申し訳ありません、親方様。クリスマスツリーをうっかり粉々にしてしまいました。なんかリア充たちに恨みでもあるのかな。ああ、うっかりやっちまったよ、でへへっていう、そういう綺麗なイルミネーションとか、ね、飾られたツリーを見てる。キャッ、綺麗、お前の方が綺麗だよ。うふふ、やだ、イチャイチャ、ぐしゃ、すいません、すいませんって。一部の人からは絶賛な行為をしているな。誰か罠にかかってますわ。とんだおまぬけさんですこと。俺様を罠にかけるとは大したやつだ。気に入った。俺様の名前はミニアズオーガだ。どうだ、俺様と一緒に仕事しねえか。仕事しようぜ。鬼の子だ。ちょっと角が生えてる。この子がオーガか。確か、なんだっけかな、ディーゼルハンマーだか、あの子がオーガを探してますって言ってたね。うん、イベントの子じゃないけど、まだ持ってない子を手に入れられてよかった。誰かが罠にかかったみたい。早く出してあげましょう。あら、来ましたわ。あなたから穏やかな波紋を感じます。私の名前はドラグラインと言います。もしよろしければあなたについていってもよろしいでしょうか。ようこそ。ようやっと出た。いや、一体何回やったんだろう。もう覚えてない。おそらく数十回は回してる。で、レシピはいろいろ試してた。オール5000とか4500とか、あとはなんだろう、ウィキとかそういうのに書いてあるやつで、結局最後に出たのは4450、オール4450でした。ふう、イベント終了までに集まってよかった、イベントの子たち。じゃあイベントの子たちの名簿を見ていこう。ブラシちゃん。私の名前はブラシと申します。私は掃除や他の道具のお手入れが得意です。木や合成樹脂などの台に絨毛や繊維などが植え付けられているのです。この子はなんか工事現場のその作業用具とか重機とかと関連がなさそうに思えるね。えい、キャーかわいい。ただあれか、他の用具を手入れするためにいると、他のみんなのサポートなんだよっていう大事な位置づけだね。壊れてるし。水流。もうこれ関係ねえな。なんだろう。工事現場グッズとは。私の名前はドラグラインと言います。まあ、そういうのがあるんでしょう。ブームの先端に吊るしたスクレーパーバケットを前方に投下して手前に手繰り寄せることで、土砂や砂利をかき取ることができます。柔らかい土や水底の掘削が得意で、主に河川工事などで仕事をしています。ここら辺かっこいいじゃん、ドラゴンで。で、まあ、ここら辺もわかるじゃん。ここら辺だね。途端になんか、なんだろう、勇者シリーズとかに出てきそう。足が。メリークリスマス。早く皆さんと一緒にケーキ食べたいです。あっちのコレクションの方にはまたクリスマス仕様があるらしいけど、君はないのかい、クリスマス仕様。ちぃ、お仕事頑張ります。こっちでコイン稼ぎもしなくちゃいけないけども、ちょっと気分転換にストーリー進めてみようか。モンスター出現。ヒットさせるわ。なんだろう、今までのイベントがさ、レードボスだったから、何回も周回することが前提だったけども、普通の方はね、一回出会って倒しさえすればクリアっていう。でもね、レードボスの方が楽なのかもね。だってさ、確実にボスマップいけるし、でダメージを重ねていけばいつかは倒せるっていうね。ちょっと切りすぎちゃったかな。こっちの方はね、最初で倒せないとしょうがないから、それこそあの新アイテムの攻撃力アップとか、あそこら辺をうまく使ってドーピングしたりして倒すより効率がいいんだろうね。ただしお金はかかる。
そいだれて全然フルバースト。現時点ではね、うちのこのメンバーあたりで倒せないとなるとちょっと厳しい。60後半のあたりを揃えてみた。まずはね、ボスのあたりまでダメージをそんなに食らわずにいくってことが大事。ちょっとね、なんだっけ勝破じゃなくて軽傷か、軽傷重傷、重傷のまま進撃はもちろんできないんだけど、軽傷の状態でもね、その能力は下がってる状態なはず、あまり良くないので5体満足な状態でなんとかボスまで行きたい。そして最後の羅針盤元井スロットでボスをなんとか引きたいと。なんだか照れくさいね。そば親方ならないってね。どうやら新人さんが来たみたいですよ。なんかいいの来るかな。お仕置きよ。ここの後半はね、結構いいのが狙えるマップなんで、お仕置きどんどん倒して進めていきたいけども、キープとさせるわ。このダンジョンのレベル自体がかなり高いのでなかなかね。で、俺みたいになんだろう、突出して育ててるのがないとなかなか進めない。もうなんか育てるお気に入りの子、それこそ攻略に役立つ強い子とかを重点的に上げてレベル70、80とかにしちゃった方がいいんだろうけども、そうもなかなかいかないと。とりあえずこのマップをなんとかクリアできたら、あとはまずコイン稼ぎに躍起になろう。100枚集められるかな。エクストラターン、やってしまった。まあいっか、1体だったらいいでしょう。普通に進めるだけだったらもうここでね、戦闘終了させちゃって追撃せずにでクリアだけしちゃって先に進むって方がいいんだけど、私が一番だなんてなんだか照れくさいわ。のみちゃん、あ、助けて。あと2マップか。先に進もう。結構ね、なんだろう、5個って長いよな。まあ今まで5マップ分のはいくつも経験はしてきたけども、削ってあげる、外さないわ。なんだろう、3つぐらいだと、いや3つはそうはないか。なんだろう、まあ少なければ少ないほど精神的負担は減る。めんどくさいどうこうってよりかは生き残ることができるかっていう、そういう不安で、この4つ目ぐらいまで進んどいて重傷のやつとか、もう船の方のだと大半になっちゃうとかすると、もうファッキンってなるじゃないですか。邪魔立てする子は、よしよし、もういないみたいね。やっつけました、ラーワード。まあ私が一番だなんて、経験値結構あるね。なんだか照れくさいわ。ボースボースボース、はい、もう少し前に進みますわ。しました、2回目でボス出現。おお、ドラゴン、かっけえな。さあ倒せるかな。闇の祝福をお受けください。なんとか、あー避けるな避けるな。お、しかも反撃とか、うわー強っ。あれか、カウンターは威力が倍増っていうからな。ボクシングじゃないんだから。いやこれ、あ、勝てない。この感じだと、うわ、避けすぎでしょう。お仕置きよ。ちょっと多分このボス回避率高っけんだな。行きますね。あ、いけるかも。ごめん、いや違う、ごめんじゃないな、これいつものパターンだわ。まず俺がこれダメだ、これいけないよ、無理だよって言っときながら、うるさ。今5人分の避ける音が重なったから、すごいシュファーってのがかける5して、うるさってなったね。ごめんごめんって言いながら、俺がダメだって言うんだけど、盾姫たちが、え、何言ってるんですか、親方、いけるっすよ、あ、うちらまだまだいけるっすよ、まだまだ飲めるっすよみたいな。よし、2軒目行きましょうって感じでね、倒しました。さすがだ、マグマドラゴン。まあ、適正レベルは優に超えてるからね。どう、かっこよかったでしょう。ちょっと相手の回避の高さに一瞬恐れたが問題なかった。探索チームのメンバーが帰ってきたわ。燃えるタイガ、手乗りタイガ、休める時はアスファルトカッター進化。このマッドサイエンティストがどんな科学者になるか、もしくは路線変更して、長いの進化は世界を滅ぼしかねんのだ。いや、もう引退してください、世界の方が大事だ。
悪の発明か。ワイリーとかそっち系になったか。大型アスファルトカッター。我が輩の名前は大型アスファルトカッターなのだ。ただサイズが大きくなっただけではなく、自動で移動できるようになったのだ。さあ逃げ惑うがいいのだ。ふうはははは。ここめっちゃ怖い。っていうかね、こっから上のこの子もういりませんよね。この部分だけですよね、アスファルトカッターちゃんは。まずキリちゃんにエーテルをどうぞ。これは気分よくなるお水です。お水。これいいね。ここのところを押さえてるんじゃなくて、押さえてさらにこのギュッて胸をギュッてして上にちょっと上げてる。だから少しあるように見えてるっていう。細かいね。いいね。姉上、エーテルに強いサンタ、一目見たいサンタ、妹、私のこと怖がってる。そうなのかな。はい。キモい。え？なんで言ったの？姉、ここ親方様、キモい、いい。え？キモい、いい？あ、気持ちいいです。めっちゃいいの略かもしれない。負けてない。負けないように、この子も進化するぜ。これで3姉妹全員進化だね。ねじ切り、私の新しい名前。邪魔者はみんな消す。強そう。このこれをねぐるぐるって刺されたらひとたまりもないな。3姉妹揃ったね。くの一3姉妹、より大きい穴を開けるために先端がネジ状のネジ切りです。大きく深い穴を開けるのに適しています。最初は開きづらい穴でも、この子のおかげで今ではすっかり大きい穴になりましたと。なるほどね。このネジっていうものを漢字をさ、文字をさ漢字で書くとなんかいいよね。なんか中二感が出るというか、決してそういう変な文字ではないんだけども、なぜか普段ねカタカナとかでネジって書くから、どうしてもそのなんか伝わるかな。あとあれかな、熊川先輩がネジをこっちで書くから、そのせいかな。ささどうぞ。ふむ、血液よりもうまいものがあるとは驚きじゃ。何液がうまいんでしょうね。しかし今のふむーがなんかどうもほもーに聞こえて仕方がないんだが。なんじゃ、わしに血を捧げに来たのか。どうぞ食い。親方、ツンツンするでないわ。ツン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 。いやー、ダメだよ親方。自分で言っていてヘドが出そうじゃん。いや、なんだろう、普段出ない声が出ると思ったら、そんな自らそれセルフツッコミと。これさ、こっちのなんだろう、つるんってなってさ、ちょっと見えそうになってるこっちに目が行きがちだけども、ここだよな。うん、実はちょっと見えてて、ちょっと筋っぽいもなんでもないです。なんじゃ、吸血鬼がそんなに珍しいか。まあ珍しいけど、まあ、他にもおかしいやつらいっぱいいるからな、そんなに変には思えない。さあ進化して何になるんだろう。ヴァンパイアの王となるか。ラストチャンバーじゃ。どうじゃこの巨大な執事、びっくりしたじゃろう。後ろが本体だろう。高貴なる吸血鬼ラストチャンバー。クククク、見るがよい、この圧倒的なまでの威圧感。後ろがな。これぞラストチャンバーじゃ。
この巨大な装置で空気中のありとあらゆるものを吸い込むのじゃ。後ろがな。空気をきれいにする以外にも希少な成分の補修や分離にも使われるんじゃよ。後ろのやつがな。パイロンさんにエーテルをどうぞ。パイロンさんのパイがローンってなるか。あら、親方さん。ローンってしてない。寝室まで送ってくださいますの。てか貫いてる。まあ、あの本体を貫いてはいないんだろうけど、へえ、なんかちょっと怖く感じるよ。こんなになったのは親方さんのせいですよ。おう。今日は私と一緒にいてくださいますよね。いいだろう。こんなになったの、こんなに、今日はどうなさいますの。どうしようね、どうしようよ。今日やん、もうそんなに慌てちゃいけませんよ。何を言う。今日という日は今しかないんだ。そりゃ慌てるさ。私でよければじっくりと確認してください。イエス。この光で皆を照らしましょう。ほう。これさ、なんだろう、ここら辺が隠れたらかっこいいんだけどさ、どうしてもね、三角パイロンのこの部分が目立ってしまう。上の方とかね、めっちゃ魔法少女っぽくてかっこいいんだけど、どうしてもこの辺りが笑えてしまう。光の司祭、ライトパイロン。私の名前はライトパイロンと申しますの。夜間の道路や工事現場などの規制や区分けを行うのが得意ですの。夜も私がいれば安心ですね。ライトパイロンさんとか、このパイロンさんのコスプレをする人は実際にあれを本物を使ってかぶればいいんじゃないかな。どうし、隠れない、拭いきれないこのパイロン。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。メインのチャンネルを登録してくれたにゃん。